ストリルとの併用ができるからいいんですよ。なんかあのここだけなんか冷蔵庫になんかこうぶち込まれてるみたいな感じですね。サバゲーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。田村装備開発の滝沢です。本日はですね、夏におすすめ のサバゲーアイテムということでですね、紹介していきたいと思います。今日はですね、東京サバゲーパークさんの定例会に参加しているんですけども、もうちょっと定例会も終わってですね、一日もあの真夏の多分今日37度とか6度とかあるんですかね。もうかなりもうあの体感温度的には40度ぐらいいきそうなね、気温でした。でもう汗だくだくでやってたんですけども、そんな中でもですね、非常に快適に、過ごせるアイテムということで、今回ご紹介したいのがこちらですね。はい、こちらはですね、商品の細かい説明とかっていうのは、正しい商品名とかっていうのは、概要欄の方に、載せさせていただければと思うんですけども、こちらがですね、Amazon で、私の方でちょっとポチらせていただいたもので、なんて言っていいんですかね、空調ベストですね。はい、普通の空調服とかだと羽織ってこう全身なんかマシュマロマンみたいにボワーってなるタイプのものなんですけども、そういったものではなくて、あくまでもこれはですね、背中、ちょうどうなじのところあたりから、背中のですね、腰部よりちょっと上ぐらいですね、そこのところをここのところで風を送ってくれるというようなものですね。はい、で、こちらですね、要は人間のこの循環器系、血液をこう周りに送る循環器系のところ、集約されている臓器のところの付近を、背中から送付して温めてくれ、涼しくしてくれる、ものなので、非常にですね、熱中症対策にも非常にいいかなっていうところで今回使わせていただきました。で、今日1日ね、1日って言っても途中からもうめんどくさくなっちゃって、どんどんソピパージしてっちゃったんで、これも最終的にはもう最後はね、後半はもう涼しくなってきたんで使わなかったんですけども、使ってる感じはですね、非常にやっぱり涼しくてですね、やっぱここら辺がずっと風を当ててるとですね、なんつったらいいんですかね、もう本当になんかここだけなんか冷蔵庫になんかこうぶち込まれてるみたいな感じですね。もうそれぐらいちょっと冷たーっていうぐらいまでは冷やされてるっていう感覚がありました。はい、で、細かいところをちょっとね紹介させていただくと、基本的にはこれは、Amazon でね買うとき気をつけないといけないのが、ファンとバッテリーってのは別売りなんですよ。なんで、下のね、この商品を買った人が他にも買ったものみたいな感じなところに、ファンとバッテリーも一緒に同時に購入みたいな感じであったので、私これで、ね、それで買ったんですけども、はい、この中にこういう風にファンが入ってます。ファンはおそらく様々な空調服のタイプに合うものだとは思うんですけども、一応商品購入する際気をつけて、商品の詳細説明見ながら買ってください。で、こちらがバッテリー、よいしょ、こちらですね。で、結構大型のバッテリーで結構容量数もあるんですけど、今日ね、午後から参加したんですけど、今どれぐらい残ってるかな、まだ 84% も残ってますね、バッテリーが。結構ね、ずっと使ってるんですけども、休憩中も使ってました。なんだけど全然残ってますね。じゃあどれぐらい長押しで起動するんですが、今これが 9V で今稼働させてます。で、これぐらいの風量ですね。で、9V でもね、ちょっと音は少しやっぱ大きいです。大きいんで、音バレとかしちゃう可能性があるんで、結構インドアとかで使う時っていうのはちょっと気をつけた方がいいですね。はい、で、次ここからさらに上げると 9V から今 11V、 さらに回転数上がりました。はい、さらにそこから 13V、 さらに 15V、 どんどん総数量が9V、11V、13V、15V なんで4段階かな、4段階で、送風能力を変えることができます。で、9V で運用しててもぶっちゃけ結構冷たって思うぐらいなんで、15とかってのはね、そこまで必要ないのかなとは思うんですけども、9V で省エネで長く使っていても全然問題はないと思います。で、実際のね装着なんですけども、よいしょ、これこういう風に今単体仕様でつけるバージョンと、あと、なんですかね、作業員の人とかがつけるような、なんかベストみたいなのが別でついてるんですよ、別売りで。同じね、オプションでついてます。ついてるんですけど、サバゲーだとそっちのベストがいらなかったんで、今日は持ってきてません。はい、じゃあ、この状態、単体できますと、よいしょ、このような感じで、ハーネスがついてるので、よいし
背中に背負うことができ、なおかつ胸元はここのところで、固定することができます。でこちらを引っ張ることで胸元も締めることができるので、ここの装着感というのもこことかでね、締め付けは決められるかなってところですね。はい、でちょっとごめんなさい、ここ今ダルダルにしちゃったんでちょっとまた後で調整し直しますけど、こんな感じで装着するとこんな感じですね。まあ、ここの上部の送風口からこの胸のところあたりに送風が来てるの分かりますかね。ちょっとあんまり私髪そんなに長くないからなびかないと思うんですけど、こんな感じでね、ここにちょっと送風口が上の方に向かっても空いてるんですよ。はい、はい、なのでここの循環器系だけじゃなくて頭、後頭部ですね、後頭部も冷ましてくれるっていうところですね。なんで非常に今日使っててね結構快適でしたね。で何がいいって、ただまあこれだけだったらぶっちゃけサバゲーアイテムでも何でもなくて、ただのアウトドア用品なんですけど、何がいいってこれはですね、チェストリグとの併用ができるからいいんですよ。普通の空調服とかだとどうしてもやっぱりチェストリグとか着込んじゃったらもう結局使えないんですよね。使えるには使えるんでしょうけど、もうやっぱ締め付けられる形になっちゃうんで、体にこう風が送風されなくなっちゃって、まあ、本来の多分用途としてはあまり満たない感じの使用感になってしまうと思います。ですけど今この状態で、まあ、チェストリグを装着してみましょう。よいしょ、前面は空いてるのでまずチェストリグ全然装着できますし、後ろがタスキ型 H 型ってあるんですけども、私タスキ型が好きなんでこういう風な使い方なんです。クロスさせても、まあ、今ちょっと私からどうやって見えてるか、そっちからどう見えてるか分かんないですけど、ちゃんとクロスしてます。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっともしかしたらひっくり返ってたりとかするかもしれないですけど、しっかりと多分バッテンになってると思います。で機能は損なわず、ちゃんとそのまま送風されているというところで、チェストリグとの併用がすごいいいんですね。ボディアーマーだとさすがに、送風のその吸気口ですね、吸気の方のところが潰れちゃうんでボディアーマーはさすがに無理だと思うんですけど、チェストリグとの併用はすごいっていうところですね。で一応ここのところね、ちょっとすごい分かりづらいんですけど、ここから手探りでボタン操作することはできるんで、ストップスタートとかっていうのはここで手探りでさっきのバッテリーのところを押して送風ができますね。なんでバッテリーのさっきね、ごめんなさい、私バッテリーしまうときに向き変な風に入れちゃったんで、今ボタンがどっちか変な方向いてるんですけど、ボタンを横の方に出すようにすれば、横の方に向けるようにすればここで操作することも可能ですね。はい、っていう感じでね、夏非常にこれいいと思います。はい、でバッテリー容量とかも多分すごい、バッテリー容量もかなり大きかったんで、これは別売りのバッテリーですけどね、大きいバッテリーを使えば多分1日通して、夏も使えますんで、熱中症対策ね、今日もう2人とももううわ今日騒ぎしたくねみたいな感じでずっとやってたんで、はい、そんな中でも私を今日1日生かしてくれたアイテムになります。はい、っていうところでね、で汗かいてくるとね、いいのが汗が冷えるんで、もう余計冷たいんですよ。だすごいですね。はい、何かデメリットとかってあります？音、音っすね。デメリットは音、もう途中で消してましたよね。そうっすね、はい、あそこで要は自分がステルスに入るときは消しましたね、あれで。あそこってやっぱ音でやっぱ気づかれちゃうと嫌だったんで、ちょうど出てきたところをシフトで今あれはロックしてたんで、こう敵が出てきたところでザッて出てドドドドって撃つ三段だったんですよ。なんで音でバレるのが嫌だったんで、あの時は消したって感じですね。なんでゲーム中とかも別に操作して消せるんで、必要な時はね。なんでまあ別にそこのところはそれでなんとか補えるかなってとこですね。あとは送風口が思いっきり背中の正中線にあるんですよ。で人って面白いのが、とっさにこうやって相手の的がこう出てきてバッて撃つと、大体正中線に弾が集団するんですよね。ということはこのファン思いっきり多分撃たれると思うんですよ。なんでもしかすると上からちょっとこうメッシュかなんかこうかぶせて少したわませて被弾対策をした方がいいかもしれないですね。私の場合はちょっとそれやっちゃうと被弾に気づけなくなる可能性があるので、私はもう壊れてもいいからこのままやりますけど、一応壊れるの嫌な人はそれぐらいの対策はしておいた方がいいかもしれません。はい、それはまあ気をつけた方がいいところですかね。こういうアウトドアであったりとか、あとサバイバルゲームやられる方、チェストリグを使われる方、非常におすすめのアイテムだと思いますので、よろしかったらですね、概要欄のところに URL 貼れるのかな、はい、貼っておきますので、そういったところからご購入検討されてはいかがでしょうか。はい、ということで夏のおすすめのサバゲーアイテムということで、こちらの送風ベストを紹介させていただきました。はい、ではご視聴ありがとうございました。